สวัสดีค่ะ今年は日泰カルチャーフェア in 京都でジーンはステージの MC を務めていくことになりました。2021年 MC 年間日本泰カルチャーフェア in 京都か。2023年10月14日と15日の2日半分です。วันที่14และ15เดือนตุลาคม2023ค่ะทั้ง2วันโมโอฮิโตริโน MC は日本人の有名な YouTuber のキンジさんマモンです。พิธีกรอีกคนเป็นยูทูบเบอร์คนญี่ปุ่นชื่อดังคุณเคนจิมะม่วงค่ะトーチスのステージの様子がわかるよう一部動画にしましたではどうぞไปดูบรรยากาศของงานกันในคลิปนี้ด้วยกันนะคะกราบเรียนเชิญคุณอัครพลเฉลิมนนท์ท่านกงสุลใหญ่จากสถานกงสุลใหญ่นานาครโอซาก้ากล่าวทักทายฮัยจีนちゃん最近見てる漫画とかアニメありますか一番最後見た最近見たのはあれ君の名はです君の名は君の名はちょっと前だけどでもあ君の名はでもねあのタイでもすっごいブレイクしてあの時にあの君の名は歌っていた歌手のラッドウィンプスっていうのがいるんですけど、はい、コンサートした時もすごかったんですよ、うん、チケット完売で僕も行ってきたんですけど大体何3000人か4000人ぐらい埋まってでも君の名はの曲が流れた瞬間もう隊員たちがじゃあお願いします、はい宮城マハナコンアモラザナコシンマヒタラユタヤマハディロポプノパラッラシタニウディロゴドムラシニウェイマハサタンアモンピマンアワタンスティサガタティヤウィスノガンパシはい拍手ありがとうございますあそのもというわけでさ、ジェニーちゃんとのじゃんけん大会第1回目でございます。それでは参りましょう。せーの、バウイッシャーチョーケーチョーケーまだまだいっぱいいるチョーキだけチョーキだけまだまだいるチョーキだけあげてチョーキだけあげてあ、めちゃめちゃいるねめちゃめちゃいるオッケーオッケーオッケー皆さんいい感じ、皆さんいい感じ、ルールバッチリでございます。さあ参りましょう、第2回目いきましょう。せーの、パオリンチョチョキー引き分けはなしね、引き分けはなしですから、チョキだけの。伝説があるでしょ、はい、どういった話がありますか伝説、ね、ラブラブの話そうラブラブのやつそれそれほらみんな知りたそうそれや話して話してどうなんかみんなをよくデートするときにそれとも告白するときによくアンケートでします、はい、私も大学のときもアンケートでしたえ成功した成功した成功しなかった成功しなかったね、あら残念そうアンケートってとてもね景色が綺麗なところでですね、まあ、告白したりとかするシーンに使われてなんかエンジニアだとさあ天神橋5丁目ですはい天神橋5丁目でございますケチニーなんかお名前はケチニーです修練メハ修練メハ A さんです皆さん A さんと呼んでくださいね、A、あちなみにちょっとだけ文化紹介ですけどもタイ人は基本的にニックネーム持っていますニックネームで呼び合うのが文化なんです、はい、失礼しますねこちら今私が手に持っているこちらですねトアパックヤオ直訳するとですね長い豆でございます本当これ切ってるの本当はもっと長いんですよでこちらねめちゃくちゃ青臭くございますめっちゃ青臭いですねHa! Ha! Ha!
踊るアホに見るアホ、踊るアホなら踊らにゃそんそんという言葉がございますね。それと同じで最後まで見ていただきありがとうございます。来年も皆さんのご参加をお待ちしております。ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะปีหน้าขอให้ทุกคนมาเที่ยวอีกนะคะ